どうも皆さんこんにちは、テント。トレラクだぜ。あれ？他の3人はどうしたの？いつもいるじゃん。あーなんか歌ってみたの準備するから助っ人呼ぶんでこの動画は3人で実況してくれだって。小平大ちゃんたちって歌ってみたもやってるんだな。呼んだにょんか？お、噂をすれば来たみたいだな。こんにちはだにょん。ゆっくりヨウムだにょんよ。ヨウムさんだ。うぷぬしとレイムとマリサが歌ってみたの準備でいないからって呼ばれたんだにょん。お二人ともよろしくだにょん。よろしくヨウムさん。よろしく。早速だけど今回は自然災害サバイバルを実況してくよ。もちろんシリーズ化だけどね。ねえねえ、なんか映像の大ちゃんのアバター動いてない？そういえば、今回から顔出しではないけどアバターが動くゲームでの実況するらしいにょんよ。確かに右下になんかあるよな。どうやら VTuber みたいにできるらしい。ついに来たんか。うぷぬしはスマホのカメラ機能を使って動かしてるみたいだにょんよ。本当はウェブカメラが必要なんだよね。大ちゃん曰くウェブカメラがないからユアさんからスマホからカメラを繋いで動かすやり方を教わったらしい。なるほどな。確か時期に全員できるようになるんだよね。そうそう、マジで楽しみなんだよな。あ、それと伝言でお知らせが。今日の動画について、今日はこの動画の後夜5時頃に上がる動画は先ほども話した歌ってみたの動画になるってことらしいので楽しみにしてくださると嬉しいですとのことです。歌う曲は内緒らしいので投稿されるまで待ってくださるとこちらとしても嬉しいです。早速実況始めていこうと思うんですけど、映像で何かやってますね。試しに口動かしたりしてるんじゃない？ワイラワイカラゴだからでおいちぐるかだばてたとでひかってそういうねじ。とりあえず今回は2個やります。おお、囚人になれるんだここ、すげえ。ちなみに顔が斜めってるのはスマホを下から撮ってるからだにょんよ。だから気にしなくていいにょん。とりあえずクリアだな、次行ってみよう。次に来ました。お、ロケットのステージじゃん。これ乗ったら墜落して脱落するにょんよ。マジか。大丈夫だ、下に逃げよう。もしかしてロケット飛んだ？乗った人は脱落だにょんね。飛んでるにょんね。あと少しでクリアだな。いついつさんから話があるみたいだ。うぷぬし首かしげてて草だにょん。顔から逃げるゲームの最終話をネタにしてくれたってあれのことか。わらわら。ああ、いついつさんがやられた瞬間を拡大してたやつかな。普通にお礼されててすごいんだにょん。確かにあれネタにしたら面白そうだよな。わらわら。と話してたら終わったな。ということでご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価コメントよろしくお願いします。アバターの動かしどうだったか感想よろしくだにょん。それではまたご視聴お会いしましょう。さらばー。